このローヤルという会社入った時は優遇全くなしで、大学卒業して2年してまたこの会社に入ったんですけど、最初のスタートは倉庫番ですから、もうどこが苦労したってなくて、もう、この会社にいる間はずっと実態は苦労してました。まあでも辞めたいって誰だってあると思いますよ。ただその辞めたいところでどこで止まるのか、その一線を越えて本当に辞めるのか、そこの違いだと思いますけどね。親戚の同じいとことかが大学卒業してどこに入ったとかいろんな後で聞いたら、なんで俺はこんなに給料が安いのかなとか、なんでこんな仕事してるのかなっていうのは、まあたまに思いましたけど、ただその当時もですね、この入ったローヤルって会社はものすごく忙しくてですね、注文が殺到してまして、もうそれ、今から考えたそういうことを意外と考える時間がなかったのかもしれませんし、その考えることもしなかったのと両方かなと思ってますけどね。ひどい時は売上が前年対138%、140%近い売上がずっと続いてましたから、最悪の時でも120%ですね。前年対比の売上がね。だからそれぐらいですからもう、毎日毎日めちゃめちゃ忙しくて、ふらふらなりましたね。だからもう次のことを考えてない、お客さんの注文をどうやって捌くかとかね。そういうことばっかし考えてましたから、やっぱり業績が右肩上がりで会社に成長力があったっていうのが、原動力だったと思いますけどね。仕事が面白かったんですね。工夫するってことですね。同じ仕事を繰り返したって全然面白くないですから、やはり仕事してる中で何か工夫してるとやっぱ楽しみができるっていうか、仕事をやっぱゲーム感覚に取れればいいということですよね。工夫するということはゲーム感覚でやるということですから、僕は年中、あれをしよう、これをしようとか工夫するとか、やり方を変えてみようとか、まあ、アイデアをいろいろ出してますけど、それをやってれば、基本的に仕事は楽しいし、まあ、場合によってはね、趣味の人もいますけど、そういうことになると思いますけどね。実際そういう生き方をずっとしてきたもんですから。だからその、確かに感動するとかっていうのは、この会社入っていろんなことをさせて、勉強させていただいたっていうのは、その場の仕事の中でやっぱり感動してきたと思いますから、座右の銘はね、もっと感動、もっと幸せ。何事にも興味を持って生きていこうと。だから感動する心を持って生きていきたいな。で、それが幸せにつながるというのが座右の銘ですね。このイエローハットも支えてもらってるのは、その従業員からね、仕入れ先さんとか、いろんな人に支えられているという意味で、非常に感謝してますね。仕入れ先さんとかね、商品を供給していただかないと、当然うちの商売は成り立ちませんし、この間の、当社の、非常に危機的な状況があった時も、ごく一部だったんですけど、支払い再度縮めてくれとかね。ちょっと商品これはっていうのに出していただけないようなこともちょっと一部あったことがあったり、みんな非常に過去の付き合いの中で非常に好意的にですね、やっていただいた銀行さんもそうですけども、ほとんどの銀行さんがですね、非常に好意的にやっていただいたと、非常に感謝してます。人間が成長するためにはやっぱり人からのアドバイスっていうのは非常に大事なことだと思いますので、今言ったその注意されたら感謝の気持ちを持ってほしいということです。注意される、叱ってくれる、まあ注意されることに関しては非常に感謝を持ってほしいなと。で、注意されたことに対して非常に大事にしてもらって、それを、きちっとやってもらえば人間的に大きく成長していくと思います。今、注意されることに対してムッとなったりする人多いんですけど、やっぱり注意されると感謝の気持ちも持って、接してほしいなと。そしたら、その自分の心も広くなるし、人間も成長していくと思います。今僕がやろうとしてるのはやっぱり、人を育てたいということですね。いずれ社長は死ぬわけですよね。ボケてきますからね。だから、いかにうまく、バトンタッチするかっていうのは、最初から僕はやるべきだと思ってますから、今までもそうでしたけど、自分が例えば部長になった時点で、次の部長を誰にしようかっていう考え方で、生きてきましたから、早く次の人を 育てていきたいなと思ってますけどね。僕はその社風っていうのは変えてはいけないと思ってますから、社風をね。創業者が作られた社風をやっぱりずっと大事にしていきたいと。
あれ、うちの会社が、まあ、例えばこっち、ここに、この間引っ越してきました。で、周りの近隣の人がですね、あ、いい会社が来てくれたな、という会社にしようよっていうのが、創業者の考え方でしたし、人柄もそうです。非常に、いい人柄を育てようっていうのが、創業者の考え方でした。当初は日本を美しくする会っていう会に、同じ思いの中で参加してやってるんですけども、まあ近隣の清掃とかですね、毎日やってて、最初来るとどこの会社かなと、でなんかうさんくさい目で見られたりするんですけど、来たら朝からね、周り近所掃除はするし、きちっと挨拶はするし、ともかくご迷惑をかけないようなことをするもんですから、非常に後なってですね、いい会社に来てもらったっていうふうなことになって、ご近所の方とも仲良くやってますけども、まあそういう会社です。私は出前頼んだらちゃんと全部きれいに洗ってお返ししてましたし、レストラン行ったら食事はきれいに残さないようにしたり、お皿なんかを一箇所に集めてウェーターの方がね、下げやすいにするとか、当たり前のことです。いろんなところでそういうのは当社は実践してますの。創業者が率先してやって、取締役支店長にってこう上からずーっと降りてきましたから、それを長くやってましたからね。ともかくずーっと同じことばっかり知ってましたから、もうそれはみんな体に染み込んでるような感じですね。当社に関わる人全部幸せになってもらえると。思いやりの心を磨き、関わる人すべてに喜びと感動を与えるっていうのが社風にはなってますけどね。創業者が作られた社風をずっと大事にしていこうと。そしてやはり社会貢献をしたいというふうに考えているだけです。